はい、どうもっしーです。今回はですね、鬱っぽくなると起こること7つというテーマでお話していきます。まあ私もね、長いことうつ病と向き合ってきた人間でして、でやっぱうつ病ってね、一番怖いのは再発なんですよ。そうで、再発がやっぱ一番怖いから、まあどうやったら再発しないかとかね、こういうことが起こるとちょっとやばいぞと、再発するんじゃねえかみたいなことをね、こういろいろ考えてきたタイプの人間なので、いろいろこうデータ化してるんですよ。メモしたりとか、こういうことがあったとか、いっぱい日記も書いてるんで、まあその中から今までこう鬱っぽくなってきたなって振り返ってみるとね、鬱っぽくなってきたなって感じる時っていうのは大体こういう7つのことが起こってるなっていうふうに感じたので、それを今回話していきたいと思います。でまず1つ目ですね。1つ目はお菓子の量が増えるですね。だからね、これ不思議なんですけどね、その食欲は落ちるのにお菓子を食べる量みたいなのって増えるんですよ。いつもだったらね、その大好きな白米とか肉とかね、まあ、あと魚とかそういったものがなんかもう全然受け付けなくなって、もう全然、いやもう全然いらんわみたいな感じになっちゃって、なんかそのポテトチップスとかね、そのジュースとか、なんかそういったジャンキーなものをね好むようになっちゃうんですよ。でこれね、困るのが、まあ、そのシンプルにね、シンプルに太るっていうのと、まあ、あとやっぱ罪悪感を覚えてこう自分を責めてしまうっていうところがあります。まあそれは単純にね、その食生活悪くなって不健康になって体がどんどんブクブク太っていくので、まあそれは罪悪感も覚えるし病んでいきますよねっていう感じで、やっぱね、お菓子ばっかり食べてその肉とか魚とかを食べないとやっぱどうなるかっていうと、そのタンパク質っていうのがやっぱ不足してですね、糖質とか脂質ばっかり取ることになっちゃうので、体脂肪率だけが上がってね、体重が落ちたとしても体脂肪率上がるんですよ。要するに筋肉が落ちて脂肪が増えるっていう状態になるので、太りやすい体質になっちゃうんですよね。だからその後なんか食生活改善したりとか、なんか例えば筋トレしたりとか、なんか運動してね痩せようと思ってもなかなか痩せられないってことが起きるんですよ。糖質が豊富な食品っていうのは、なんか脳内のセロトニンレベルをこう一時的に上げるっていうのを聞いたことがあって、なんかそれはね、一時的にその心の安らぎ、要するにお菓子とか食べるとなんかこう、あ幸せやなとか、なんかちょっと嫌なこと忘れられるなっていうのはあるんだけど、それは本当に一時的な一時しのぎでしかないから、なんかその長期的なね健康とかにやっぱつながらないので、結果的に太ってしまってやむみたいなねことが起きちゃうんですよね。でこの対策としては、私はその小分けにしてね、食事回数を増やしたりとか、あとそのお菓子の代わりにプロテインを飲むとかいう感じに何とかごまかしてやってましたね。はい。で2つ目はですね、睡眠時間は増えるんだけど睡眠の質が落ちてしまうっていうことですね。そのうつ病になったばっかりの時っていうのは、なんか私はね、こうどっちかというと眠れないタイプの人間だったんですよ。でもなんかそれ以降は眠れないんじゃなくて、もうとにかく眠たいみたいな、うつっぽくなるととにかく眠たくなってくるみたいな感じなんですよ。なのでもうほとんどうつっぽくなってくるともう仮眠っていう状態になってくるんですけど、時間にするとね、短くて10時間ぐらい、そう、ね、長くてね、もう15時間とか行く日もありましたね。もうほんと半日以上寝とるやんっていう話なんですけど、でもやっぱりね、睡眠の質は落ちとるから、体がね休まるっちゅうよりかもうむしろ疲れていくみたいな感じなんですよね。でなんでこうなるかっていうのは分からんのやけど、まあ私はその現実逃避と、まあ、生活リズムの乱れっていうのが合わさってね、寝すぎるっていう感じになるんじゃないかなとは、勝手に分析してます。まあ特にやっぱ私の場合はですけど、現実逃避の側面っていうのが強いかなっていう感じがしますね。まあその個人的なね、最強のマインドフルネスっていうのは、まあ、寝逃げだと思ってるし、寝逃げってやっぱ最強だよねみたいな動画はね、過去にも上げたんですけど、辛い時ほどね寝逃げしてしまうんですよね。本当に寝逃げの代わりに何ができるかっていうね、じゃあ他になんか方法あるかって言われると、まあ趣味に没頭することとか、まあ、ハマってるゲームをがっつりやるとかね、読書 本を読むとか、何でもいいんですけど、そういうのをやるとか、まあ、もっと健康的な方法だったら、その太陽の光をねちゃんと浴びるとか、あと散歩するとか、まあそういうことになるんだけど、まあでも寝逃げにやっぱ勝てねえんだよな。寝逃げ最強すぎるんですよ、本当に。うん。でしかも今挙げたその散歩とか、なんか趣味をやるとかっていうのも、結局その病みすぎているとできないので、なんかちょっと病んでるなとかさ、最近ちょっとなんかなぐらいの時だったら効果あるんだけど、こうめちゃくちゃ落ち込んでる時っていうのは、なんかそれをすることによってさらに悪化するみたいなねことにもなりかねないので、結構難しいんですよ。難しいです。はい。だから今そういったことができてなくて落ち込んでる人も気にしなくていいです。もうできない、そんなできない。だからできる日にやって自分を褒めて、できなかったらできなかったらしょうがないよねって思うことが大事だと思います。はい。で3つ目はですね、こ
これぐるぐる思考が増えるですね。分かってるんですよ。自分ではね、考えても無駄だと。それはね、分かってる。でもそれがね、やめられなくて、なんかいつの間にかこう沼に足を取られてね、こうずる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 とこう落ちていくみたいな、引きずり込まれていくみたいな感じになっちゃうんですけどね。だいたいこういう時ってね、その自分ではどうにもならないような問題で悩んでることが多いんですよ。で、こうなってくると、もう私の場合は諦めます。諦めて、もうぐるぐる思考しちゃうよね、みたいな。しょうがないよねっていうふうに、自分に共感してあげるってことをよくやってますね。いや、もうわかる。それはやむわ、とか言ってね。それはもう誰でもやむわ、と。しょうがないよね、つって。やってるうちに、なんか、だんだんとね、不思議とこう、ぐるぐる思考っていうのが止まってくるんですよね。まあ、止まらない時もあるんですけど。でも、だんだんね、止まってくるので、ああ、やっぱ止まってくるじゃん、みたいな。抜け出せたじゃん、みたいな。そっちの方にどんどん焦点を当てていって、まあ、やっぱり悩みっていうのは結局のところ時間が解決してくれるよねっていうね、そういうプラスの経験を重ねるっていうことを意識してますね。はい。なんかこれね、なんかあれに近いのかなと思っていて、子供の時とかにさ、みんな言われたことあると思うけど、まあ、あんたいい加減勉強しなさいと、もういつまで遊んどんのねっつってこう怒られるじゃん。でその時にさ、親にそういうふうに言われたらさ、絶対やらんわみたいな、もうそんなん言われたらもう絶対やらんみたいな感じでさ、むしろ違うことをするじゃん、勉強絶対しないみたいな。これがそのぐるぐる思考を止めようとした時に、絶対ぐるぐる思考を止めてやらないみたいな状態になっちゃうので、逆になんかその、あ、もう知らん、好きにしみたいな、もう勉強せんのもしてもどっちでもいいよみたいな感じで親に言われた時って、え、なんかやばみたいな感じで、ね、勉強しだすんですよね。なんかその感覚に結構近いのかなと思って、まあぐるぐる思考もまあ今はしょうがないと、もう好きにしなさいみたいな感じで放置してると、なんか自然と収まってくるんじゃないかなと思います。まあ私の場合はその勉強してもしなくてもどっちでもいいよ、好きにしなさいって親に過去に言われたことあるんですけど、その時はウェイっつってこうゲームしてましたけどねまあそれはいいんですけど、はい。で、4つ目はですね、 SNS を見る時間が増えるですね。なんかその自分のメンタルの状況がこう悪い時に限ってね、他人と比較しようとしてしまったりとか、こうシンプルに病みすぎてなんか病むことしかないから、なんか他になんかしようかなって頭を回すんだけど、ね、でも何もやることないなーっつって、なんかいつの間にか気づいたらね、こう無意識にこうスマホをいじるみたいなことが起きちゃうんですよ。なんか昔の人とかがこうやることなくてテレビずっとつけっぱなしにしてさ、テレビをぼーっと見てるみたいなね、感覚に近いような感じで SNS を見ちゃうっていうのはあると思いますね。まあでも私は正直テレビよりも SNS の方がメンタルに悪いと思ってます。どうしても自分に近しい人がおすすめとかに表示されて自分と比較してしまうんで、なんか芸能人がさね、結婚しましたとかさ、芸能人がこういう賞を取りましたとかって聞いても全然自分と世界の違う人だから嫉妬しないし、自分はなんてダメなやつだなとか別に思わないんですけど、なんか SNS とかだとさ、まあ普通の人じゃん、素人なんで、自分に近い人がそういう偉業を成してるっていうのを見て比べちゃうんですよね。だからまあ暇つぶしとか、なんかやることないとか見るものないって時は、まあ、私は YouTube をおすすめしますね。まあこれは私がね、 YouTuber だからっていうね、ポジショントーク的な部分があることは認めます。それは認めますけど、それを省いたとしても、その自分が好きなものが中心になって流れてくる、その動画でおすすめされてくるっていう設計になってるんですよ、 YouTube っていうのはね。だから私のチャンネルをよく見てくださってる方は、私の動画がよく回ってくるだろうし、メンタルに関係がある動画、なんかうつ病がどうとかさ、あのメンタルヘルスがどうとか、病んだ時はこうした方がいいよとかさ、だいたいそういう動画いっぱい回ってこない、 YouTube でそういう風になってるんですよ。で、私は普段はあのゲーム実況とかばっかり見てるんで、あのゲーム関係の動画いっぱい流れてくるんですよね。その誰々さんがこんなゲーム実況始めましたとか、新作はこんなゲーム出ますよとかね、そういう情報ばっかりになってます。だから私の YouTube アカウントのさ、チャンネルをこうポンって渡したら、自分の YouTube と全然違いすぎて、同じ動画サイトと多分思わないと思いますよ。で、こういうのって専門用語で、あのネットのね、ネットの専門用語でパーソナライズされるっていう風な言い方をします。パーソナライズってのはその人に合わせてね、YouTube のアルゴリズムが変わっていくっていう感じなんですけど、そのアルゴリズムっていうのが、あの正解を導き出す方法みたいな、正解を導き出す計算方法みたいなもんだと思ってください。その人にとっての正解ってことですね。はい。で、これがね、X（旧Twitter ね。テレビとかでテロップでさ、わざわざ X（旧Twitter って書いてるから、私もその通り言いますけど、X（旧Twitter だと、その私の撮影してるこの現在ではですね、その人気ツイート、おすすめの人気ツイートみたいなのっていうのがね、そのおすすめ欄に流れてくるんですけど、なんかそれがね、その自分の好きなタイプとか好きなジャンルのツイートとかじゃなくて、シンプルにそのツイッター上で人気のあるツイートが流れてくるんですよ。よく見られてるツイート。だからね、過激な投稿だったりとか、なんか誰かを傷つける投稿だったりとか、そういう攻撃的な投稿だったりとかね、
そういったものがめちゃくちゃおすすめされてくるんですよね。だからね、ストレス溜まるんですよ見てると。そうだから、そういう意味では、まあ、YouTube の方が健康的なのかなと思いますね。まあ、もちろんね、デメリットとしては思想が傾くっていうのはあると思いますよ。例えばその間違った情報とかでさ、うつ病は気合で治るみたいな、とか根性で治すんだみたいな動画を投稿してる人がいるとするじゃないですか。でそれを見て、まあ、あなたが共感したとして、めっちゃいいね押したりとかコメントしたりとかしてると、 YouTube 側が、あ、君はそういうタイプの動画が好きなんだねっつって、今後もね、そのうつ病は気合で治るとか、精神疾患は甘えだみたいな、そういった動画が多分たくさん回ってくるんですよ。そしたらさ、それがまるで自分の世界観のようになってしまって、その完全にその科学的な根拠を否定した精神疾患は甘えだみたいな思想になっちゃうじゃないですか。そういったね、思想の傾きが出ちゃうっていうデメリットは確かにあるんですけど、まあでもね、まあ、私の個人的な考えだと、人間の思想ってのはまあ基本的に傾くものだと思ってるので、まあ、どうしてもその Twitter にしても YouTube にしても Facebook にしても Instagram にしても、その人が多くそのアプリに滞在してもらうってことが一番大事なんですよ。 SNS を運用してる人がお金を儲けるためにはね。だからそうするにはどうしたらいいかっていうと、やっぱその人の好みのものをどんどん提供し続けるっていうことをしないといけないので、まあどのアプリを使っても多分思想は傾きます。はい。でね、実はね、そのちょっと前の研究になるんですけど、イギリスのね、その RSPH っていうね、ロイヤルソシエイティフォーパブリックヘルスっていうところが行った調査があって、でその調査の目的は、ソーシャルメディアが若者のメンタルヘルスにどのような影響を与えるかっていうのを調査してるんですよ。でその調査対象になったのが Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、Snapchat っていう、まあ一般的に人気のあるソーシャルメディアになるんですけど、ちょっとね、時代がちょっと古い、これいつだったかな、2018年とかの記事になってるやつなんで、まあ、まだ TikTok とかはね、その調査行われてないんですけど、まあ、イギリス在住の14歳から24歳の若者1479人に対してアンケート調査を行いましたと。でその結果ですね、こうメンタルヘルスへの影響が最もいいと評価されたのは YouTube でした。はい。で、最も悪いと評価されたのは Instagram だったんですよ。はい。で、その若者の、まあ若者のって限定になっちゃってるんですけど、若者のメンタルヘルスに、その総合的にプラスの影響を与えてるっていうふうに評価されたのは YouTube だけだったらしいです。で、その他の Snapchat、Twitter、Facebook、Instagram っていうのは、まあ結果的にポジティブというよりか、結果的にネガティブになることが多かったっていうふうな、あの調査結果が出てます。ここにね、そのグラフ、画像のグラフ出しておきますけど、はい。なんかあんまりね、YouTube 最高だよみたいなこと言いすぎてもポジショントークになりがちになるので、他の SNS もねフォローしておくと、要するにそのかなり受動的な使い方、その本当に無意識に使っちゃうみたいな使い方をした場合の結果なんじゃないかなと私は思ってます。今回の調査結果とか今まで話してきた内容っていうのは、ちゃんと目的意識を持って、こういうことを調べるんだとか、こういうことを見たいんだっていうふうに持って、時間を区切ってね使えば、多分メンタルヘルス的にプラスに持っていくことはできるかなと思います。まあちょっと無理があるか。YouTube 見てください。YouTube を見てください。結論、YouTube を見てください。ということで。はい。で、5番目ですね。体がだるすぎて、すぐベッドに入りたがるですね。まあ、やっぱ、うつっぽくなっちゃうと、まあ、疲れやすくなるとか、まあ、いろいろこう考え事が増えるから、その体を動かしてなくても、やっぱ脳が疲れてくるんですよね。脳が疲れてくると、まあ、もうなんもできんわー、みたいな。はーって感じになっちゃうから、まあ、なんか椅子に座っててもいいんだけど、もうなんかいいやっつって、ベッドすぐ近くにあるのはいけないんですけど、まあそうやってね、すぐベッドに入っちゃうんですよ。うん。まあでもね、年齢的な問題もあるので、それって単純に老化なんじゃないですかっていう風なツッコミが来るとですね、まあそれを否定するほどの説得力はちょっとないんですけど、まあそれでも私はですね、うつ病を経験してからの方が、ベッドにいる時間は増えたなと思ってます。まあずっと家にいる日だったらベッドにの中にいる時間の方が多いんじゃないですかね。恥ずかしい話ですけど。はい。まあそのうつ病になってとか、うつうつしてくるとやっぱ外に出る気力もなくなるし、太陽の光浴びることもなくなるし、その外に出ることがなくなるってことはやっぱ筋肉落ちるじゃないですか。ね、足腰とか使わないし。ということでやっぱり筋肉が落ちると疲れやすくなるっていうのは当然あると思うんですよ。まあだから単純にね、うつうつした気分になってると、その誰だって体力はなくなると思いますよ。うん。塞ぎ込むし動かなくなるし、筋肉も衰れるしね。私今30代ですけど、多分その筋肉とか体のことをこう細かく調べていったらね、もう60代70代くらいの感じなんじゃないかなと思っちゃいますけどね。うん。まあそういうのを防ぐために散歩を習慣化してるっていうのはあるんですけどね。まあただね、ちょっと去年の11月ぐらいから結構ね、家のことでバタバタしたことがあって、なんか散歩ほとんどできてないっていうのが現状で、またねゼロから散歩をスタートしなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
はい、で6つ目ですね。6つ目はね、もういっかとか、まあいっかっていうのができない。この考え方ができなくなるっていうことです。そのね、まあいいかっていうふうに思って、もう考えるのやめるとか、もう後でそれは考えるわみたいな感じで、とりあえずまあいいかっつって、どっかにポンって置いておくっていうのは、まあある意味で最強のね、メンタル維持方法の一つだなと私は思ってます。はい。まあ世の中の大抵のことはですね、まあいっかっていう感じで流すことができるんだったら、まあ本当にどうにかなること多いんですよ、実際。うん、どうにかなります、大体ね。でも、病んでる時に限ってそう思えないんですよね。そう思えないし、絶対にこれはまあいいから終わらないし、終わらせてはいけない。ちゃんと考えなきゃいけないっていうふうに思っちゃうんですよね。思っちゃうんですよ。でまあいいかっていうふうに思えない場合は、まあさっき話したように、こう、ぐるぐる思考っていうのがね、増えるんですよね。で、そのなかなか、もういっかとか、まあいっかっていうところに、たどり着くことができずにですね、無駄に時間だけが過ぎていくっていうことが起きるんですよ。で、まあこれ、ぐるぐる思考のところで説明したのと同じようにですね、まあ結局、諦めが肝心だっていうふうに思ってますね。はい。まあただその、まあいっかっていうところに至るにはですね、ある程度の心の余裕とか、その自己需要みたいなのが必要になってくるんですよ。うつっぽい時っていうのは、その自己批判ね、自分を批判する心が強まって、自分を需要する、自分はもういいよ、大丈夫だよっていう心がね、弱くなっていくので、この心境に達するのはやっぱ難しいです。めちゃくちゃ難しい。まあそれに加えて、まあその将来の不安とかね、過去の後悔とかが結びついてですね、重圧によってね、まあいいかと思えなかったりするんですよ。でまあこれを防ぐためにはどうするかっていうと難しいんですけど、まあその小さな成功体験をやっぱ積み上げるっていうのと、まあ深呼吸ですかね。私がやってるのは主にこの2つになります。まあその小さな成功体験っていうのは本当に何でもよくて、他人から見ると、そんなことで自分を褒めてるんですかって言われるようなことは、むしろ大事です。めちゃくちゃ大事。てか他人の視点で考えるとね、すべての物事において自分を褒められなくなってしまうので、自分を褒めようとか、自分の目標を決めるとかっていう時に、他人は絶対に参考しちゃダメです。絶対に他人を参考にしちゃダメなんですよ。まあなんか例えばこれがさ、もっと、なんだろう、社会人として強くなるためにとかね、その男として成熟するためにとかね、もっと女らしく、なんか今男とか女とかいう言葉使うとちょっと炎上しそうで怖いんですけど、とにかくその、すごい、こうなんていうの、健康な人がさらに上の目標を目指すみたいな時は、むしろ他人を参考にした方がいいみたいなケースもあるんですけど、そうじゃない場合、鬱っぽい時から抜け出したいとか、うつうつしたところから、ネガティブなところからとりあえずゼロに持っていきたいぐらいのところの場合は、他人は絶対に参考しちゃいけないんですよ。他人の目標っていうのは常に高いので、そうじゃなくて、今自分ができる範囲で小さな目標を大事にしてください。さっき私がさ、そろそろ散歩を再開しないといけないって言ったんですよね。その散歩を家の事情でね、散歩の習慣が途切れてしまって、また散歩をゼロから始めないといけなくなりましたって言いましたけど、これを私は習慣化していくのに、まずは外に出れたら OK から始めます。で、5分散歩できたら OK、10分散歩できたら OK みたいな感じで、赤ちゃんステップをね、刻んでいこうと思ってます。でもこれってさ、他人から見たらさ、5分の散歩とか意味なくないって見えちゃうじゃないですか。でもね、そういうふうに思ってると、もういつまで経ってもできないんですよ。5分で意味ないから、じゃあ30分とか1時間歩こうって、いきなり決めてできるわけがないんですよ。私も無理です。そんなのは絶対無理なので、少しずつやっていくってことを大事にしたいですね。で、二つ目はね、深呼吸ですね。マインドフルネス瞑想とかさ、なんかそんな難しい話は置いといて、とにかくその、鼻からね、ってこう息を吸って、口で、ふーって長いこと、時間をかけて吐いていくっていう。なんかもうそれだけでいいと思うんですけど、まあ、3秒から4秒ぐらい鼻で吸って、口で7秒から8秒ぐらいかけて吐き出して、まあ、この時間っていうのは別にそんな細かく決めなくていいんですけど、とにかくゆっくり吸って、ゆっくり鼻から吸って、ゆっくり口から吐くと。で、自分が今息を吸ってるなとか、息を吐いてるなっていう、この呼吸だけに注目していく。その吸ってる時にさ、今日の夜ご飯どうしようとかね、なんかあの仕事どうしようとかさ、あれやってなかった、これやってなかったとか考えてくると病んでくるので、とにかく呼吸だけに集中するっていうことをやると、まあ、いっかっていう感じにね、慣れることも私は結構あるので、まあ、深呼吸は結構おすすめかなと思いますね。その過去にね、その、まあ、自分の愛犬が、大変なことになりましたみたいなことの動画をね、アップしたことがあるんですけど、その時も、もうずっと家でね、深呼吸してました。取り憑かれたようにね、深呼吸やってましたね。なので、ぜひ試してみてください。はい、で最後7つ目ですね。他人との比較が増えるですね。まあこれはもういろんなところで
出てきちゃいましたけども、改めて大事なところなんで、言っておきたいんですけど、その自分が悪い状態になっている時ほどですね、他の人ってどんな状況にいるんだろうって思っちゃうことありません？私は少なくともそういうことがあるんですけど、なんか自分が今どのぐらいやばい立ち位置にいるのかっていうのがね、こうめちゃくちゃ気になっちゃうんですよ。はい。まあでもね、そもそも比較っちゅうもんはね、その条件を同じにせんとダメなよね。そう。だからどっちが重いですかって測るときは、キログラムとかグラムとか単位を使うじゃないですか。でもその統一したそうい こう基準があるんだけど、じゃあ私と他人はってなった時に統一した基準がないんですよね。だからそもそも比較する対象じゃないっていうことなんですよ。でもそういうと、でも収入だったら比べられるじゃないですかっていう人もいると思うんですけど、まあ、確かに収入はね、どっちが多いとか少ないとかっていうのはわかると思います。でもその自分が知りたいのってさ、自分の今の人間としての価値とか、なんかそういったものじゃないですかね。自分はどういう人間なのかとか、どういうふうに思われてるのかとかね、どういう人間であるのかって、そのもっとこう抽象的なというか、ふわっとしたものが知りたいと思うので、それを知りたい時にさ、その収入の多い少ないっていうのは、まあ大したこうあれにならないというか、収入が多いからその人はすごくいい人だっていうわけでもないし、収入が少ないからダメな人だっていうわけでも全くないんですよね。全然関係ないんですよ。その自分の仲のいい友達とか、自分の好きな、芸能人とか、自分の好きな、まあ、YouTuber さんでもインフルエンサーさんでも何でもいいんですけど、思い浮かべた時にその人のことをさ、お金持ちだから好きだって思ってる人って多分そんなにいないですよね。まあ、別にお金持ちだから好きだっていうのも悪いことじゃないと思いますよ。それも一つのステータスなので、そこを好きになること自体は別に悪くはないですけど、でもお金持ちが全てをこう凌駕するほど、その人間的なダメな部分とか、人としてやってはいけないことも許されるみたいなレベルで素晴らしいことかっていうと、まあそうじゃないじゃないですか。そんなことはないですよね。いくらお金持ってても悪いことしたらもうこの人ダメだってこう言われちゃったりとか、ファンやめますとかいうことになっちゃうっていうのはあると思うんですけど、まあ本当に人間が人間のこう価値を感じるときっていうのはいろいろとありすぎてですね、まあ比べられないっていうのは正直なところですよ。だからもしね、例えばあなたがですね、私はこういうことができないから人として価値がないとか、まあ、私は今働けてないから価値がないと思ってるとするじゃないですか。でもあなたのことを好きな人は、働けてるとか働けてないとか別にどうでもいいと思ってると思いますよ。とか収入があるとかないとかじゃなくて、まあもちろん収入があった方がいいですよ。じゃないとその生活できるかなんて心配になっちゃうんで、そういった意味の収入あるないレベルだったらあった方がいいってなりますけど、その人の価値は何も変わらないと思います。収入があろうがなかろうがね。でもそんなことよりもこう、私のことを分かってくれるとか、話を聞いてくれるとかさ、話してて面白いとか、まあそういう面じゃないですか、結局のところね。それにその収入が多くて幸せだったらさ、お金持ちとかセレブだって言われてる人がさ、結構普通のことで悩んでんのよ。私たちと同じように家族とうまくいかないとかさ、なんか恋愛がうまくいかないとか、友達との人間関係がうまくいかないとか。でも正直何言ってんだと思いません？金そんだけ持ってんのにさ、友達うまくいかないとか、そんなことで悩むのみたいな、思いません？私思いますよ。そんだけ金あったら別に悩まんやろみたいな、友達なんかおらんでもいいやろとかと思いますけど、でも多分そうじゃないんだと思う。お金があってもあんまり関係ないんだと思います、そこは。まあだから、自分にとって何が重要なのかっていうのは、まあ自分で決めるしかないから、他人と比較しても意味ないんだろうなって、まあ思います、私も。はい。まあだから他人と比較することはやめましょうねっていう話ですね。はい。まあちょっとね、すごい長くなっちゃったんですけど、動画、ちょっと今日語りたいことが多すぎて、めっちゃ長くなっちゃったんですけど、ここまで見てくれた方、いるのかなと思うんですけど、まあ最後にね、どうしてもね、紹介したいことがあって、別に宣伝とかじゃないんだけど、宣伝とかじゃないんだけど、これね、私も気になって視聴者さんに聞いたんですよ。そのうつっぽくなってくると、どういうこと起きますかと。どういうことやっちゃいますかって。過去にね、視聴者さんに聞いたことあって、それをね、最後に紹介したいと思います。せっかく視聴者さんに聞いたんでね。で特にね、私がこう、印象的だったなって思うものをこう5つ紹介したいんですけど、まず1つ目はですね、前にどこかで、比較的元気な時に送りまくった LINE が後々自分を苦しめる。みたいなコメントを見てものすごく共感しましたって書いてて、いやわかるわと思って、なんか私も友達とかにさ、めっちゃ元気な時にこう遊び行こうぜとか、どこどこ行こうぜみたいな感じの LINE 送ってて、なんかちょっと鬱っぽくなってきたなとか、なんか調子悪くなってきたなって時に、あれどうするみたいな感じで返ってくるんですよね。うわ今マジでそんな気分じゃねえと思って、送るんじゃなかったわって思ったことはもう多々ありましたね。はい。で次がですね、昼寝が増えますと。人との接触が嫌になりますって、もう私も全く一緒。これもさっきのね、動画の中で喋ってますけど、もう本当に寝る時間が増えるし、寝る時間が増えるとやっぱ太陽のね、光を浴びる時間も減るので、多分そのセロトニンとかもこう減っちゃうから、億劫になっちゃうんですね。で、億劫になった結果やっぱ他人と会うってことが嫌になってくるってことが多いですね。3つ目ですね。3つ目はね、
自分はまだ大丈夫と言い聞かせるかのように逆に張り切っていろいろ頑張ってしまいます。いやもうわかる、これもうみんなが動画作った方がいいんじゃねっていうぐらいね、わかる本当に。いやなんか私もこれね、なんならこれ一番共感するかもっていうぐらいわかるんですけど、なんかうつっぽい時とか、あと風邪をひいてる時とかね、あとなんか睡眠不足で体調悪い時とかに限ってね、頑張っちゃうんですよね。めっちゃ体調悪いけど今日ライブ配信しようとかね、めっちゃ体調悪いけど今日ちょっと動画3本ぐらい撮るかみたいなね、なんか謎、本当にこれ謎、これ私もね解決したいんだけど謎に頑張っちゃいますね。まあ今日はね、ちょっと心配させたくないんで言っときますけど、今日は逆です。もう昨日死ぬほど寝たのでめっちゃ体調いいんですけど、今日は違うけどいつもはそう、このね自分は大丈夫だって言い聞かせて逆に張り切っていろいろ頑張ってしまうっていうのがありますね。で次ですね、鬱っぽくなるとずっとネットに入り浸ってしまう。特に YouTube の視聴無限地獄に陥ってしまいがち。情報のドカ食いというものなのかもっていうふうに書いてあって、いやこれもわかる。その情報のドカ食いっていう表現めちゃくちゃいいなと思いましたね。そのね、やっぱ情報ってやっぱね、適切に取ればねすごいいいものなんですけど、取りすぎるとやっぱ体調崩すんですよね。本当に食べ物と一緒。なんか体にいいものっていっぱいあるじゃないですか。そのまあパッと今出てこないんですけど、例えば。なぜか今玄米が出てきましたけど、玄米がじゃあすごい体にいいですってなった時にさ、もう3食玄米しか食いませんとかね、でしかも1回食べる量が 300g ぐらい食べますみたいな生活したら絶対体に悪いって誰でも分かりますよね。どんなにいいものでも取りすぎると体壊しちゃうって分かりますけど、なんか情報に限っては取りすぎちゃうってことありません？ありますよね。まあだから私もね気をつけなきゃいけないなと思ってます。情報のドカ食い本当にやりがちなんで、これもねいいコメントだったなと思います。で最後ですね、最後ね、ちょっとね、宣伝っぽく、私のことをよく言ってるコメントをね、取り上げるって、ちょっと気を悪くしたら申し訳ないんですけど。ホッシーさんのうつ再発ルーティンの動画を見ますと。すごい失礼な話なんですが、この時のホッシーさんを見ていて安心させてもらってます。まだここまでではないなと自分で思いますっていうふうに書いてたりとか、とにかく興味のある YouTube を見まくります。最後はリラックス音楽やホッシーさんの睡眠用ラジオをかけっぱなしにして寝ますっていうコメントがありました。このね、うつ再発ルーティンの動画とか、睡眠用ラジオの動画とかっていうのはやっぱすごいね、私の YouTube のチャンネルの中でも人気コンテンツの一つで、うつ再発ルーティンは確か100万回もね、再生回っちゃってちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、でもね、あれ多分今までの YouTube 動画人生の中で何が撮影一番大変でしたかっていうと、うつ再発ルーティンの動画と、体調が良くなった時に、うつ病が発症した場所に自ら行ってみるっていうその2つの企画、この2つが多分一番精神的にも体力的にも大変だったんですけど、だからすごい再生回ってこれは嬉しかったなっていう風に思い出がありますね。うん。だから本当に再発した時にめっちゃ体調悪い時に撮った動画なんで、多分そのリアルさとかが受けてすごい動画回ったんだと思いますけど、本当にね、顔死んでるんでちょっと閲覧注意な動画だったりはします。はい。まあ、あと睡眠用ラジオに関しては、まあ、結構ありがたいことに私のこう声とかが好きとかね、あとなんかよく眠たくなる声してますねって本当に言われるので、なんかまあそれを活かしてですね、 YouTube のライブ配信とかのアーカイブをね、そのまま睡眠用ラジオにしたりとか、あと皆さんの質問に答えますってお便り募集して睡眠用ラジオにしたりとかして、まあそれをこう見ていただくことで、まあ、眠りに誘うっていうねことをしてます。まあ見るというか動画にしちゃうとこう画面を見たくなるかなと思って、あえて動画じゃなくて音声だけにしてるんですけど、まあ、もしよかったらね睡眠ラジオの方もぜひ見ていってくださいという感じで、最後ちょっと宣伝になっちゃいましたけど、はい、このいい加減長い動画もね終わろうと思います。まあというわけでね、ちょっと最後に振り返りだけしたいんですけど、鬱っぽくなると起こること7つということで、1つ目はお菓子の量が増えるですね。で2つ目が睡眠時間が増えるけど睡眠の質は落ちちゃうんですよっていう話で、3つ目はぐるぐる思考が増えると。で4つ目は SNS を見る時間が増えてしまうということで、5つ目は体がだるすぎてすぐベッドに入っちゃうよと。で6つ目はもういっかっていうことができない。で7つ目は他人との比較が増えると、そういう話でした。まあ、このうつっぽくなると起こる症状みたいな話っていうのは、これは今回あくまで私のね、私の話ではあるので、これに当てはまってるからとか当てはまってないからどうとかって判断はね、しないでいただきたいんですけど、本当にそのなんかうつっぽいなとか、なんか精神的にちょっとおかしいなと思ったらね、できるだけ本当にすぐに精神科とか心療内科とかメンタルクリニックの方に行くように、それだけはしてくださいね。はい。まあそれでもね、やっぱりこう皆さんの体験談とかっていうのはすごいこう重要だと思うんですよ。あ、みんなもこういうことあるんだとか、あ、こういう見方もあるんだっていう風に学びっていうのはすごい大事だと思うので、ぜひねコメント欄の方に、私は鬱っぽくなるとこういうこと起こるなと、
ということをね、ぜひコメントに残していただけると嬉しいです。別に今回の動画みたいに7個も8個も上げなくていいので、1つでも2つでもいいのでね、ぜひ気軽にコメントしていただけると、私もコメントは普段見ているので、嬉しいなというふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。